皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、昨日ね、モイプロのバントホームランがね、出るまで眠りませんっていうね、動画をアップしたんですけど、おいらね、思いっきり思い込みで勘違いしてました。はい。ちょっとググりましたね。おいらの小学生の時の同級生が、ノムさんのね、指揮する、港北なんとかとか言ってたんですけど、全然名前違いますね。港だけ合ってて、港東ムースですね。はい。それで、井端選手が同級生にいたっていう話をしたんですけど、おいらの勘違いですね。はい。どうやらなんか、港東ムースと中学校の時に対戦したことがあって、なんかね、入ろうか迷ってたっていう話がね、ググったら出てきましたね。それで、なんだ。おいらの1988年に、そのノムさんの港東ムースが設立されたそうで、おいらの年から始まったよね、あれね。全然知りませんでした。それで、まあ、井端選手に関しては、おいらはもう本当の勘違いですね。もちろん、後付けで知ったわけでね、井端選手がいたんじゃないかっていう話を、何年前から、3、4年前になんか、聞いた記憶がね、まあ、ネットでググったんですかね。それで、あ、そうだったんだと思って、思いっきり勘違いしてたんでしょうね。ねえ。ごめんなさいね、なんか、ねえ、本当勘違いでしたね。ただ、俺らの友達がね、行ってたっていうのは、本当の話で、俺らも、その、春休みですかね、本当に解説したてですかね。まあ、練習見に行って、そのね、ノムさんがいなくて、まあ、例えばサッチーだったっていうのもちょっとわからないなっていうね、事実の話はね、ノムさんがいなかったっていうのは覚えてるんですよ。それで雨天練習場で練習してたんですけど、書いてありましたね。ノムさんの費用でなんか神宮の雨天練習場をなんか借りていたっていう話が載ってましたね、ググったら。へーっていうね。まあ、結構ね、何年後ですかね、2000年ぐらいに、1999年か、ね、サッチーのことは話題になりまして、ね、いろいろあったらしいですけどね、そのあたりもちょっと触れたらいかんと思うんでね、触れたらちょっとやばいと思うんで、うん、まあ、ということで、おいらの勘違いでした。ひどいなっていう、ここまで大きな勘違いは、ね、今まで初めてじゃないから、まあ、よくあると思うんですけどね、なんかね。バントホームランもなんかめっちゃ簡単に出ると思い込んでいて全然出なくてね、ねえ、びっくりしましたね。ぜひご覧ください。はい。だからそのバッティングセンターに行って、そのちっちゃいね、男の子っていうのは間違いなく井端さんじゃないです。ひどいなって思い込みもいいところですね。こういうの結構ありますよね、ねえ、大人になったらね。ああ、事実関係が分かってよかったなっていう。まあ妄想だったんだなっていうね。うん。だから、井端さんが、だからそのチームにいたっていうのは、俺らも全然そういうの、知らなくて、ほんのだから3、4年前かな。それでなんか、俺らの実況の方でも話してたと思うんですけど、妄想でしたね。はい。まあ、始めていきましょうか。はい。うん。あ、これね、遅延する理由分かりました。ちょっとね、オフラインにしますね。これ大丈夫かな？オフラインにしたら音声の遅延はないですね。あ、ちょっと一旦来ますね。はい。はい、行きましょう。さて、今何月でしたっけ？4月3週ですね。よし。まあクラシックに入っていくんでね。まあ皐月賞ですよね。うん。まあ今年の2歳馬はね、チョコミントぐらいですかね。ね、5月入球にね、なってほしいですね。まあ、クラシック狙える可能性もあるのかなと。ね、スピード、コディアックですね。スピード、ダッシュ、ね、根性。なかなか素質がありそうですよね。楽しみですね。まあ、早めって書いてあるんで、まあ、5月か6月入球ぐらいかなと。ね、もう今年は1頭で行きましょう。よし。さて、一枚打線ですね。まあ、皐月賞に、あ、そう、皐月賞7着だったんだね。まあ、まあね、うん、まあ力負けという感じではなかったんで、まあこの後ね、ちょっと、まあこのままね、健康不安あるんですけど、NHK マルカップ挟みますね、挟んだ方がいいかな。ね。よし。はい。よし。
で、俺らの、だからその、小学生とかね、中学生とか、ね、誰か知り合いとか、俺らの実況を見てる人いないのかな？今まで言われたことないね。言われないっていうのも寂しいんだけど、ね。うん。ねえ、だからその、ね、野球の前、双子なんですよ、すごい。まあ、それで高校もね、推薦で、とある高校に入って、まあ、いろいろとね、俺らもだからその、最後に会ったのが、中3の時なんですね。中3の時、お互いの家に泊まり合いして、まあ、それで、まあ、俺らもなんか、電車でこうって話しましたけど、ね、川崎にも行って、泊まって、ね、なんだっけ、原宿の竹下通りを歩いたっていう話しましたけどね。ね、ドクロの T シャツを500円で買ってね。すごい覚えてるな。ヨレヨレの T シャツね。うん。まあ、調教しない方がいいですかね、ここはね。よし。さて。うん。一緒にね、甲子園も行ったんですよね。あの時だから決勝行ってね、甲子園の決勝行って、ちょっと覚えてないですね、対戦相手とかはね。まあ、甲子園まで行ってね、その、出たいな、俺もここ来るぜとか言ってましたけどね。うん、懐かしいな、青春時代ですね。さて、ララはね、まあ、まあ、オープンなんですけどね、まあ、フローラーステークス行かせましょうか。芝やりましょう。よし。違ってるのかな。うん。だから、井端選手は、なんか、迷ってたらしいですね。港東ムースに入るか。そんな話、まあ、今までもググったことあったと思うんですけど、初めて見たなっていう感じがして、最近出たのかな。それで、なんか対戦したのかな、港東ムースと。その時に、井端さんがすごい入ればよかったなっていう後悔をしていたらしくて、それで、ノムさんがその時のピッチングを、なんか、ピッチャーだったらしいですね、井端さんってね。それで、なんか、いいピッチャーだなと、記憶に残ったので、まあ、高校をね、堀越高校を紹介してあげるということで、堀越高校を紹介したっていう、そういう話が載ってました。はい。うん。全然なんか、思い込みでね、本当申し訳ないというか、俺らも恥ずかしいし、ね。うん。まあ、昔話っていうのはね、なんか、俺らもなんか、ね、いい加減なこと言ってるかもしれませんね。ね。はい。まあ、始めていきましょう。三河は、まあ、オークス行きます。うん。これは万世だからね、オークスのがね、レベル高い時もあるかもしれませんからね。どうしようかな。まあ、芝やりましょうか。ダートやりましたもんね。うん。はい。だから、バントホームランがあんな難しいとはね、本当に。うん。まあ、翌週ですかね。さて、ララはね、結構印ついてますね。ね、クロコスミア、ウィン・マリリン。うん。うん、まあ、差しでいきましょうかね。追い込みはあかんよね。まあ、行きましょう、レース。まあね、昨日、あ、初っ端に話したんだよね、あれね。すごい勘違いでしたね。思い込んでましたね。ねえ、申し訳ないなというか、俺らが恥ずかしいね。申し訳ないっていうのはどうでもいいんだけど、恥ずかしいわ、本当に俺ら。すごい思い込みだなっていう。東京競馬10レース G2 フローラステークス芝 2000m コンディションは良。さて、どういう結果が出ますかね。ここちょっと遅れ気味のスタートやな。ねえ、このままオークス行かせた方がいいんですかね。ララーもね、オークスほとんど出してないんでね、牝馬もダービー挑戦させてるのでね。ああ、でも来てますよ、これね。来てるけ、させさせ、届け届け届け、いまいち来るんだけど、伸びに欠くんだよね。なんか最後垂れてるな。はい。まあ、オークス登録して出れなかったら、まあダービー出しましょうかね。ひょっとしたら賞金で弾かれる可能性もありますからね。まあ、両方出てもいいし、両方出しましょうか。ね、連投してもいいよね、牝馬ね。うん。体質弱かったでしたっけ、この馬。ああ、入れ込んでたんやね。まあ、しゃあないね。はい。
そうだ、体質良かったんやね。確かね。まあ、次回はね、威力もないと思うんでね。はい。レコンドルの子供もね、ね、まあ、カツオくんがね、まあ G1 勝ちましたけどね、かなりスピコメが来てほしいな、神岡で。よし。まあ、神岡でまだ G1 勝ってないですからね、まあ安田記念でね、まあアーモンドアイが出てくるのかなと思いますけどね、まあ、鉄砲でいいですかね。よし。このまま体質弱いんでしたっけ？あ、そっか、このまま希少なんやったんやね。へぇ、まあ。体質弱いとは言われてないんで、なんか叩きましょうかね。ね。もう一回やりましょう。ねえ、高等、ごめんなさい。港東ムースね。港東ムースは全国優勝したっていう話は聞いたんですよ。だからその時ね、中3に会った時ね。それだから、中3の夏休みだったんで、いつ優勝したのかな。全国優勝したっていう話は直接本人から聞いてるんでね。最後の大会がまだ終わってないようなこと言ってたんで、ね、俺らは終わってましたからね。軟式でね、早々と、ね、負けましたから。地方大会というか、市内大会で負けましたからね。軟式野球。懐かしいですね。ねえ。どんでもいいですか？俺らの思い出話ね。ね、思い出話とか、最初、なんかダビスタ3実況の方でよくしてたんで、しょうもない話もしてると思うんでね。あれもなんか思い込みが入ってるかもしれないな。なんか変な話もしてたと思うんですよね、ダビスタ3の頃ね。一番変な話してるのがダビスタ3の頃かな、やっぱり。ね、思い出話をしてたと思うんで。ね。これは体質分かったんだよね。はい。まあ、もう一戦しか使えないので、オークス、ね、出れたらいいんですけどね。はい、行きましょう。まあ難しいですね、このままね。スピコメンバーなんですけどね。ザルスバちょっと厳しいですね。まあこのままでも繁殖に上げてもいいよね。ね、繁殖、能力あるまだからね。今繁殖インバが、満員やね。あ、そう、もう種付けできるんやね。忘れてたわ。さて、ノーノーノーの子供つきましょうか。ノーノーの子供、調和でいいですか？調和って何？ハーモニー。ハーモニーでいいかな？なんかね。調和って何だろう？まあ。ああ、アズナブルとかつけられるんやね。メッシアやっぱり1000から1200だよね。ああ、悪くはない。メッシアつけようか。よし。よし。いいね。エミ、ジョイフルにしようかな。ジョイフル。ね、その、レイラインにね、レイラインの話しましたけど、愛知県の、出てこない。出雲大社と、ね、島根県の出雲大社と愛知県の、アマテラス大神の出てきませんね、なんか。まあ、いっか。レイライン上にあるんですよね、その、メシアと、ね、その、ジョイフルがね。どうでもいい話なんですけど。さて、愛ちゃん。愛ちゃん、ジパング、不受体やったよね。まあ、もう一回つけましょうか。血が濃いのかな。ね。あ、そんなことないよね。まあ、つけましょう。はい。いい血統ですね。上沼あたりもね、まあ、ちょっと不受体が続いてるんやね。まあちょっとコディアックつけましょうか。ね。よし。ね、たまにはだからね、自家製サンバーばかりではなくて、他の血もつけないとね、血のね、入れ替えができませんからね。チョコミントがね、まあいい子供を産んでくれてるので、まあコディアックでいいかな。ザルスバーもね、ザルスバーは何だったのかな。
能力はありそうでしたけどね。スキャットダディとかいるんや。ダートいけるんやね。まあ芝向きのがいいよね、やっぱりね、ダービー目指すならね。夜桜ポンも1頭ぐらいなんか出たよね。あ、いて前出せ産んでるんや。トゥルーマンつけよう。トゥルーマンもいないか。いないよな、トゥルーマンな。まあ、メシアつけようか。ね。はい。あ、いい感じですね。よし。よし。セーラ。セーラの子供もね、なんかいましたよね。あ、いないですね。あ、ララーか。ララーそこまで走らないからね。まあ、ジパングはどうなの？ジパングコインやね。メッシアはつけられるんか。ね、ハービンジュ。これもどうですかね。まあ、つけましょうか。はい。メッシアの子供とかね、どうですかね、距離はね。距離持つような馬が生まれるのかな、果たしてね。スピードばっかりになったらね。入れ込んでるがちょっと難しくて、まあ、ジパングで生まれたんやね。エンジョイで走らなかったんやね。入れ込んでるも13歳ですからね。まあ、ディープのが良かったのかな。加藤くんでディープんで。まあ、エンジョイはこれからか。ね、ジパング。ジパングつけようか。まあ、ジパングだよね、やっぱりね。勝負強い。よし。OK。ね、自家製サンバーでなんか走る子が生まれたら熱いですね。ね。よし。さて、行きましょうかね。行ってもらえた線もね、ちょっと、皐月賞の間に NHK マイルカップも挟むのね、どうかなと思うんですけどね。もう芝やっていこう。よし。まあ、ダートをしっかりやってきたんでね。よし。まあ、ちょっと G1 もぎ取ってからね、ダービー臨みたいなっていう。ねえ、ララーもオークスのがいいんですかね。ちょっと現状ね、まあ、しゃあないなというところでね。加藤くんまだかな。まあ、行きましょう。翌週。おお。アマテラスもね、エンジョイの子供ですよね。あ、チョコミント来たね。よーし。まあ、チョコミントだけでいきましょうね。はい、いてまえ打線。よし。はい、右開きで。はい。まあ、ダートハウスやりましょう。よし、持ってきましたね。なんか使いましょうかね。ね。よし。まあ、まあ、9杯でいいですよね。よし。加藤くんどうなんですかね。ちょっと間に合わないのかな。これまた体質良かったっけ。ああ、そうか。だから疲労溜まってるんやね。ちょっと参ったな、これな。大阪駅からね、放牧に出してるのに、間に合わないっていうのはね、ギリギリの仕上げになりますかね。それで5月入休なんで、まあ、チョコミント何にしましょうかね。まあ、距離がどの程度持つか分かりませんけど。はい。何しようかな。何も考えてなかったな。そうだ、名前いただいてたね、そういえばね。そうだ、なんかあったな。何やったっけ。ちょっとごめんなさいね。できれば、皆さんカットしてください。俺らが消せばいいだけの話なんだけど。
コメントいただいてました。ねえ、バントホームラン9個もね、いいね入ってるんですね。ありがとうございますね。なんかデタラメな情報を話してしまったのに、9個もね、いいねが押されてるっていうことで、なんか申し訳ないですね。ねえ。なんか概要欄に書いとこうかな。俺らの勘違いでしたみたいなね。ね、このあたりは対応したコメントが消えるんで、ねえ。あ、ゴールデンレオンだ。よし。ゴールデンレオン。レオン。はい、レオン。よし。ゴールデンレオン、ゴールデンレオン。はい、ゴールデンレオン行きまーす。はい。まあね、あの凱旋門行くかもしれないんで階級者ですよね。よし。さて楽しみですね。今年はもうゴールデンレオンに注目しましょう。はい。まあそれで5月なんで、ちょっと自分でやろうか。ね、体質不安も言われてないし、最初ダートかな。いや最初芝からガリガリ行こうかね。故障するなよ。まあチョコミントダートも行けたんで、ひずめどうですか。あ、芝向きやね、これはね。よし。まあそれでミカはね、ミカはひょっとしたらこれダート向きじゃないね。今気づいたけどダートだよね、これひずめ見たら。ミカはダートなんや。まあ、チャンピオンズカップ楽しみあるよね。これ、ミカワは万世だから。あ、ダートで楽しめるかもしれませんね、ミカワはね。まあ、楽しみありますね。チャンピオンズカップ、まだ取ってませんからね。まあ、ララは芝ですよね。まあ、スピードやります。この間に関してもね、短距離馬かもしれませんよね。まあ、いて前は軽めでいきましょう。ちょっと馬体重がれてますこれ。どうかな ?480 ぐらいのが余暇ですか。まあ、ちょっとまあそうでもない。480ぐらいがベストかな。ね。カツオまだかな。ねえ。まあ、いきましょう。さて、ここね、勝ってほしいところなんで。はい。はい。アウルリットと互角の印ですね。やっぱスピードも上がってきてね。まあ、ね、先行でいきましょう。レース。まあ、アウルリットが前から行くんでね。さて、ね、ここを勝ってダービーに挑みたい。自慢の3歳馬が東京競馬場に集結しました。 NHK マイル、かなりスピコメ馬ですからね。ちょっとスタートがいまいちでしたけど、まあ外回ってほしいですね。中に入らないように。あ、ちょっとかかってるな、やっぱりな。このまま引っかかりますね。ね。まあ、あの程度の引っかかり方なら大丈夫でしょうか。ね。あ、また引っかかっとる。大丈夫かな、これ。ね、これはひどいね。ちょっとイヤイヤしとるわ。ね、これはひどい。これさすがにないんじゃないですかね。これだけ引っかかったらね。厳しいですね。さて。さて頑張れ頑張れ。ちょっと苦しいな、これな。あれだけ引っかかったら来ないよな。ねえ。アイルリットが抜け出した。ちょっと苦しい、これは。伸びないな。いや、あれだけ引っかかるのか。希少なんて言われましたっけ、これも。
話になりませんね。29秒8、これマイルだよね。すごい時計、1分29秒8、30秒切ってきたの本当に。なんでこんなに引っかかったんでしょうか。はい、まあダービー行かせますけどよくわからないなっていう、うん。はい、神岡でもね、まあまあ短距離もね行けるんで、よし。うん、加藤君ようやくやね。まあ直行でね、安田記念ということになりますけど、あ、まあ行きますね。4週間後ならまあ十分やね。ね。よし、予定通り。ね、安田記念と高津記念両方出しましょう。うん、まあ、ダートやりましょう。よし。よし。うん。よし。うん、髪をかんで。うん、まあ芝居やりましょうかね。よし。なんかがれた状態で出してる馬いましたけど、この馬か。ね、まあこんな感じでいいんですかね。まあ、いてまい打線は、ねえ、気象なん言われてましたっけ。うん、まあ言われてないんですけどね。ちょっとわからない惨敗でしたね。3番人気でね。まあダービー向かいましょう。ちょっとスタミナやった方がいいのかな。ダービーまではね。まあ、まあ、ほとんど調教できませんけど。まあダート調教やりましょうか。うん。うん。まあそれでオークスね。まあ向かいたいんですけど、まあ芝やりましょうか。ちょっと太めなのかな。プールやってるってことはね。はい。まあ順調ですね。ララーもね。うん、まあ三河もね順調に来ております。うん、三河はね体質も健康不安もありませんからね。よし。うん、ゴールデンレオン、期待のゴールデンレオン。うん、芝を鍛えていこう。うん、まあそれでダートもやりつつね。よし、さて。うん、うん、あ、そう、種付けやらないね。種付けやりましょう。アエールクライシス。うん、あ、メシアつけたんですね。あ、エアザジャブ、エアメサイアですかね。まあ、うん、まあジパングつけましょうかね。んちょっと濃い。まあ、いけるかな。ね、ちょっと濃いですかね、これね。こういうのをやってるから、なんか種付けできなかったり、不受体だったりするんですかね。んちょっと濃いかな。うん。愛ちゃん。愛ちゃん、ジパングと合わんのかな。どういうことですかね。ジパング嫌いなのみたいな。日本は嫌ですかみたいなね。どうなんですかね。ちょっとつけてみましょう。相性悪いんですかね。どういうことなのっていう。うん。さて、翌週。よし。さて、髪をかんで。このままね、強くなりましたよね。まあ、竹三日月程度であればね。よし。競馬11レース G2 慶応杯スプリングカップ芝 1400m、 コンディションは良。スタートしました。さて行きましょう。スタートになりました。まず何が行きますか。さて抜けてこれるね展開なんでね。よし、これは盤石の競馬だ。待機サトルの慶応杯スプリングカップを見ているようだね。盤石の競馬、神岡鑑定、これは強い。うん、完勝だ。待機シャトルより強い競馬だ、ね。うん、これは安田記念アオナイトの対戦が楽しみなぐらいの、ね、レースぶりです ね。どっちが強いんだぐらいのレースぶりでしたよ。うん、はい、見事な競馬。
ょっと腰痛くなってきたんでね、はい、ちょっと最近も腰の状態悪くてちょっと後ろもたれますね、うん、あまり良くないですね、うん、トイレにハイハイほどではないですけどね、かなり悪いですね、うん、ちょっと駅近ね電車で行って散歩動画撮ろうかなと思ってたんですけど、そこまでちょっと無理ですね今ね、スーパー行くのがやっとぐらいな、うん、はい、ララうん、ねえちょっと吉田隼人乗せない方がいいんかな、川田行こうか、勝つる男かというか三河、うん、ねえ松山公平で行きましょう、よし三河思いっきりやろうか、どうですかいっぱい状況、よしそれで軽く流しましょうかね、うん、よし最高の仕上がり、まあ出れたらいいんですけどね、このまま出れるんか、ミカは出れますよね、ララがギリギリですかね、ね、うん、まあダート強めやりますこのままもね入れ込む時があるんで、まあダート単走強めで押さえときましょう、最近ね、あのルームツアーのね、動画を結構見ていて、あの椅子買ったんですよ。あのポイントが結構たくさんパソコン買った時に入ってきたんで、あのゲーミングチェア買いました、思い切って。パソコンとちょうどセールになってたんで、まあ、実質7000なんぼでね、定価3万円ぐらいの椅子買ったんですよ、思い切って。うん。まあ、楽しみだ。今日来るみたいなんで、楽しみですね。ようやくなんか、実況者らしい部屋がね、まあ、そこまでいかないですけどね、まあ座りながら実況しようかなと思って、椅子にねゲーミングチェアでね、それでなんか最近そういう動画を見ていたら結構見てるんですよね、女の子の可愛い子の動画とか、まあ野郎どもの部屋紹介とか見ていて、それでそんなん見ていたら最近外人の人の部屋紹介も出てきて、黒人の方とかね面白いなと思って、みんなすごい部屋作っとるなと思ってね、えびっくりしますよね、外人の方の部屋紹介とか、まあ、最近のなんか子供たちの部屋もすごいんですけど、うん、ねえなんか白一色に染めたりね、すごいこだわりですよね、いいなと思いますね、羨ましいなっていう、俺も子供の頃からねそういうの全然興味なかったですから、部屋とか綺麗にするのね、うん、はい、まあゴールデンレーンまだやね、6月からでしたっけ、さてまあ行ってまいね、まあちょっとダートやりましょうか、もうようわからんなこれはね、なんか最近入り込んでばっかりでね、うーん、はい、まあダービーは軽めていきましょう、これでダービーでなんか勝つとは思えないよな、うん、まあ、髪を噛んで本当に強くなったなという感じがしますね、うん、ここまで強くなるとはこの馬がね思いませんでしたね、うん、まあドゥラメンテニュートリノで、5月1周2級だから今が旬でしょうね、ね、ここまで強くなるとはな、それでカツオ君もね、まあ、勝負強いところを見せてくれてるので、うん、うん、よし戻りましたね、はい、うん、まあ390キロ台で出しましょう、うん、さてオークスですね、よし行きしゅう、うん、ララミカは苦しいねこれはね、ビルシーナかレッツゴー同期ホエールキャプチャー、まあ、ホエールキャプチャーぐらいならね、ビルシーナも最後まで粘るんですかね、ララも差しで行かせた方がいいのかな、うん、ちょっとララは先行で行かせましょうか、その方が良さげやね、うん、よし。レース。またおばちゃんの声が聞こえてるかもしれませんね。まだ開けてるわ。最近まだ開けて実況してるんでね。うん、腰が痛くて窓を閉めるのも億劫みたいなね。うん、
おいおいおい、おお、行きましょう。まあちょっと苦しいですかね、この印見たらね。まあ両馬場で、まあララーもね、ちょっと距離はどうなんですかね、2頭ともね。さてララーが好スタート、まあ2頭ともね前に来ましたね。ねえ、まあビルシーナとガチンコでいってほしいですね。まあ、ビルシーナにね競り合いで勝てるとは思いませんけど、ねえ、前回なんかおばちゃんの声が入ってるかと思いきや、おいらのノリの声が入ってましたみたいな。ノリのねえ、あのなんだ、パリパリという音が入ってましたみたいなコメントありましたけど、ごめんなさいね。食べてるときはちゃんとスイッチオフにしないとね。さて1分2秒7スローですね。まあビルシーナとねガチンコでやり合ってほしいね。2頭で挟み込んでね、挟み撃ちみたいなね。まあ、最高の位置取りですからね、いい位置取りですよこれ。ワンチャンあるんでないかいね。ビルシーナ包囲網、さてね、最高の位置取りですよこの2頭ね。頑張ってほしい。スローだしねこれね、1分2秒7はね、瞬発力があれば最後まで粘るかもしれないよこれ、ね、さていけ、ビルシーナより、ビルシーナと根性争いや。ちょっとララ打ち入るな、ララララ再打ちや。三河ララ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 頑張れ、ララいけ、ララ三河頑張れ、ララも頑張れ、ララいけ、ララ粘ってる、ララいけ、させ三河いけ、三河ミカ頑張れ、ミカ頑張れ、ミカしかいない。ダメだ、ダメだね。まあ、まあこんな程度でしょうね。はい、嬉しいな感傷。はい。まあね、7着8着完敗ですね。へえ。ごめんなさい、ため息なんかついてね。さて、行ってまいりません、ダービー。まあ、これ、輸送だからね、まあ、馬なりで行った方がいいんかな。ね、気象が荒いとは言われてないんだけど、まあ、馬なりで行きましょう。はい、ララ、ララもうダメだ、もう、ララは。ダルスパ治ったね。まあ、牝馬で、中華賞は取ってないから、中華賞目指します。まだ諦めるの早いよね、ダルスパ。意外と早かったね。ね、ダート行こう。もう中華賞目指すわ。まだやれるよ、ザルそば。頑張れ、もうお前さ、もう、故障との、自分との戦いだけど、頑張れ、もうガリガリ行くよ。トミー・ジョン手術も一回やったら強くなるみたいな話ありましたよね、確か。まあ、大谷選手2回目の手術はトミー・ジョンじゃないんか。ね、トミー・ジョン手術2回やったら成功例はないって、ね、ダルビッシュさん言ってましたよね。まあ、活動順調ですね。芝居やりましょうか。もうスピードは上がらないと思うんですけどね。あ、これ輸送ですね、活動くんはね。はい。紙を噛んで。まあ、芝居やりましょうか。よし。まあ、いてまい打線は軽めにね、ダートまなりでいきましょう。よし。いいですね。はい。まあ、完璧な状態にしたらね、入れ込んでしまいそうな気もするんですけども、行くかもうね。もう一回やります?ダートマナリ。どうなりますかね?故障するなよ。どう?お、よし。もう、これしかねえ。やるしかねえ。ここ勝負だからね。ね。勝負しましょうよ。はい。ミカ、ダートバやね、これはね。多分ダート場やと思うよ、これま。ユニコーンステークス使おう。よし。ゴールデンレオン、いいね。まあ、ダートも挟みつつ。
うん、よし。健康無事、何でしたっけ、健康無事これ名馬違うな、何でしたっけ。まあ行きましょうか、ダービーですね。うん、よし、翌週さて、外がいいですね、やっぱりね。あ、でも距離持つよ、これ。シャフリー。まあ、先行馬少ないから、まあ、もちろん先行できますけど、距離、一番下印ついとるよ。ちょっと、パドック見ようか。ね。パドック入るとちょっとね、問題があってね、いろいろと。いけるかな。うん。入れ込んでなければ OK ですよね。はい。おお、いいね。あ、これチャンスあるんちゃうね。目いっぱい仕上げてきました。はい。100% どころか 120% 出せるよね。逃げ馬がウィン・カーネリアン。まあ、アルアイン。ね、ウィン・バリアション。まあ、行きましょう、レース。アルアインとガチンコですね。よし。チャンスある、チャンスある。あと、折り合いですね。折り合い心配ですね。うん。頑張り、折り合いがつけばね、なんとかなるんじゃないかな。おー、行きましょう。期待しましょう、これは。久々にね、印の厚いダービーですから、ね。スタート、決めろよ。先行馬少ないからな。よし、いいスタート。よし、いいスタート。シャフリーよりやっぱり前行かないとね。あ、引っかかっとる。引っかかってない。引っかかってるよね、これ。ちょっとそこで落ち着いてくれた前。ね、そこでいいよ、そこでいい、そこでいい。うん、そこでいい、そこでいい。うん。もうちょっと前でもいいんだけどね。うん。ね、溜めすぎやな、これな。外から行ってるんで、まあ、ちょっと前行ってほしいですね。まあ、シャフリー苦しい位置入ったんで、ちょっともうちょっとね、外がね、やっぱり上がってきてるんでね、もうちょっと前行ってもよかったんじゃないかなっていうね。うん。開くでしょうかね、これ。外のがよかったな。ちょっと苦しいよ、これ。苦しい位置入った。ね、下げていくなよ。ジョッキー誰でしたっけ ?1 分2秒4スローや。いや、これ開くかな、また壁かな、これ。ねえ。チャンスあると思うんで。積極的な競馬してほしい。うん、ちょっと内入ってしまった、3番。さあ、内開けばいいんだけど。いや、こういう競馬になるとはな。開いてほしい。さあ、打ちついてほしい。シャフリー壁でしょ、これ。ねえ。もう一段前やったらね、いい位置なんですけど。うん。打ちしかねえ、打ちしかねえ、打ちしかねえ。打ち、打ち、打ち、打ち行け、打ち行け、打ち、打ちだって、打ち、打ち。打ちだって、打ち行け、シャフリーに行かれる。もう何やってんねん、バカ。さてさて、もうな、シャフリーに入られたやん。シャフリーに位置行けばいいのに。何やってんの、ねえ。うわ、来てるけど、シャフリーの位置だったら結構いい勝負してたよ。外だったらな、これ。距離持ちますね、このまね。うーわー。ジョッキー誰？ダービー向きのジョッキーって誰ですか？みゆきひだき。幸せのものを食べてみゆきひだき。あかん。今年もダービーダメだった。あー、やっぱりダービーってね、運のいい馬が勝つんで、ね、そういう格言があるので、俺運悪いからね。馬主が運悪かったら勝てないんだよ、ダービーは。うん。ね、原付きは潰れる。腰は痛くて歩けない。競馬は全く当たらなくなった。もうね、もうどん底ですからね、本当に。本当どん底だなっていうね。まいったなっていう。ここまでなんか重なるかなっていうね、悪いことがね。まいったなっていう。はぁ、疲れたわ。なんか心配してくれる方もいるんでね。なんか、
あまりね、そのネガティブなこと言ってたら申し訳ないんで、ね。安田記念。はい。はい、ちょっと一旦来ましょうかね。はい。はい。あと20分ぐらいやめましょうかね。よし。はぁ、あ。ねえ、なんか最強世代パート2とか言ってましたけど、忘れてましたね。うん、脱落する馬が多くてね。うん。レオン君に期待だね。今のはやっぱりジョッキーですよね。なんであんな衝撃的な乗り方するのかな。ちょっと新発戦マイル使いましょうか。ライバル強敵ですか、これ。ね、勝男、カード優雅で。はい。ミカはもうちょっとね、泣いてる感じですね。まあ、ハンドやりましょうか。ダート。ハンドでいいですかね。1008は持ちますもんね、この馬ね。あ、秋華賞は取ったんでしたっけ？取りましたっけ、秋華賞。あ、ダート苦手なんやね。はい。はあ、板前まだ行きますね。まあ、これまあ放牧出そうか。ね。まあ、まあ、距離持つんで、これから伸びてきそうですけどね、この馬ね。まあ、できれば、ね、まあ、凱旋門賞まだ狙いたいなというところでね、もうちょっと頑張ってほしいですね。髪を噛んで、まあ、いそうだから馬なりでいいですかね。よし。加藤くん。騎馬単走。これも輸送ですからね。まあ、ダートマナリでいきましょう。よし。まあ、コメントはいいですよね。まあ、7月からですかね。いきましょう。翌週。まあ、アーモダイがね、出てくると思うんでね。まあ、楽しみだなっていうね。互角にやれるんじゃないかなと。あ、その前にレオンだ。お、ねえ、さやかちゃん、コスモ・イン・ザ・ハート。まあ、弱面ですけど、まあ、グリグリだなって。マイルでグリグリってことは、これはかなりスタミナもありよるね。まあ、行きましょう、レース。もう、レオンしかいねえよ。レオンしかいねえよ、もう、勝てる、ダービー勝てるの。レオンだけだわ。レオンに頑張ってもらうわ。もう、行って前もあかんし。まあ、行きましょう。ちょっと渋ってますかね。主ですかね。はい。スタートしました。ああ、まあ、差し馬かな。ここでちょっと後方の競馬に立ってどうですか、これ。ちょっと雨なんでね、前残りですよね。うわ、これ厳しい競馬になった。いや、まあ、伸びてきて、させ。まあ、まあ、完勝ですね。はい。はい、まあどうなんですかね、ちょっとね、主だったんでまだ力がわからないなっていう。まあ無事勝ちました。時計もね、まあかかってますから、まあ差し馬なんですね。はい、まあ、アーモンドアイですよね。まあ、髪を噛んで最高の枠ですね。ね、まあ、両方とも先行でいきましょう。はい。アーモンドアイもね、壁になるかもしれないしね。あと、ブリッシュラックか。ね、行きましょう。レイス。これはちょっとね、両方とも応援しましょう。まあ、カツオ君が勝ったら殿堂入りですしね。まあ、髪を噛んでが勝ったら初 G1 ということでね。まあ、どっちが勝ってもいいなっていう。長い歴史と伝統の 1600m、 誇り高きマイラーたちが挑みます。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。スタートしました。18頭ほぼ揃いましたね。今週はまあリアル競馬 G1 ありませんけどね、まあ楽しみですよね。日曜日競馬ね、今日重賞あるんですか、土曜日ですけど。あ、今週はちょっと競馬やりませんので、
次回あたりね、あ、ちょっと引っかかっとるな。カツオ君引っかかった。カツオ君よく引っかかるからね。あ、でもちょっと時間長かったな。いや、カツオ君ちゃうか。神岡でが引っかかったんか。いや、参ったな、これな。ねえ。カツオ君はしっかり俺やってますね。あの、輸送動画、集荷しようからやろうと思ってるんで、はい。うん。あ、カツオ君もかかっとるわ。ねえ。うわ、この2頭かかるんだよね、だけど。昔からね。いや、神岡で難しい位置入ったな、また。ねえ。開いてほしいけど、ちょっと、開け、開いた、開いた、1頭も開いてる、開いてる、うん、よかった。あ、ちょっとなんで開か、なんで閉じてるとこ行くねん。もう何やってんねん、お前。カツオ行け、アーモンドアイのが来てるよ。ねえ。もう何やってんねん、本当に。いい枠だったのに。神岡で行け、そっからさせ。まあ、アーモンドアイやな、これな。うん、アーモンドアイのが開くんやね。なんか、運がないな。やっぱり運っていうのは重要ですよね。なんかね、昨日なんかあの直木マンさんのね、あのセカンドチャンネルの動画見てたら、トマメシさんが出ていてね、トマメシさんとの対談すごい面白かったですね。ね、この宇宙は未来人が作ったみたいだね。未来人が寂しいからこの世界を作って、ね、3次元で遊んでるみたいな話をしていてね。まあ世の中の、ね、黒い部分をね、存分に話してたんで、話していいのかなっていう内容を話してたんで、面白いんで、ぜひ見てください。世の中がいかに黒いかということがね。俺らもびっくりしたわ、あれ。あんなひどいんだなっていう、ね、その、なんかトップ層っていうかね、本当に黒い世界なんだなっていう。ね、まあ、あの方はね、有名人だからね、トマミチさんはね、すごい頭いいんだろうね。だから、あの、IQ が何倍あるって言ったっけ？めちゃくちゃ天才ですよね。まあ、やっぱりこのね、三次元世界っていうのは、まあ、ね、その、シミュレーション仮説とかありますけど、まあ、やっぱり、まあ、シミュレーション仮説だとしたら、まあ、何かしら、その、生まれっていうのは環境とかね、どの親で生まれるかっていうのは選択する、選択して、なんかこの世に生まれてきているのかもしれませんよね。だからまあ、ね、そのイーロン・マスクさんはシミュレーション仮説をね、唱えてますけど、まあ、自分が、ひろきさん言ってましたけどね、だからやっぱりイーロン・マスクさんが成功者じゃないですか。その成功した理由は、やっぱり運ではなくて、その、運命的なものを感じるって言ってね。まあ、結局はでもそのイーロン・マスクをね、その生まれる前に選んだことが、まあ、イーロン・マスクとしてこの地球に生まれたことが運がいいということであって、まあなんかね、そういうのを除いたらある程度生まれた後からは運の要素じゃなくて、その努力の要素でね、変わる、人生が変わるのもあると思うけど、やっぱりね、その生まれ、どの人間で生まれるかは運だよねっていう。俺らね、親には恵まれたと思うんですけどね、努力が足りないのかな。努力してきたつもりですけどね、まあうまくいかないなっていう、岩田未来で俺は努力家でしたからね。まあ、ザルそば6月2週やね。まあ仕上がってるのかな。まあ、ダート除去しましょうか。もう一周クラスならばね、もう力が違うと思うんですよね。ね、多分この世の中は俺ら人類がね、現代の人類が持ってるような世の中ではありませんよ、本当に。ね、科学が進んできてね、科学と実はその仏教の世界観っていうのがね、まあ、合致してきてるんですよね。昔の人がなんか考えていたその悟りとかね、そういうものが科学でもなんか適合っていうか、まあ重なるところがあるっていうね、不思議ですよね。まあ中京2歳ステークスから行きましょうか。まあ、距離大丈夫な感じするんでね。よし。はい、三河。
まあ合わせ馬やりたいところですね。戻ってきませんかね。よし。だから運が悪いっていうのはね、運が悪かった、本当に運が悪かったらもう生きてないでしょうからね。ね、生かされてるわけで、なんかやれることをやるしかないんですけどね。まあ高崎記念行きましょうね。ね、やれることをやるしかないんですよ。つまりは。ほら、今、もう本当、体の状態ひどいですからね。参ったなっていうね。何もできねえなっていう状態で、もう休むしかないんですよね、今ね。まあ、できるのは実況ぐらいで、車載動画もちょっと厳しいですかね、今ね。実況ぐらいしかすることないんで、参ったなっていう。実況もね、うまくいってるとは言い難いですから、ね、皆さんのおかげですよ、本当に。参ったなっていう。ごめんなさい、暗くなってごめんなさいね。はい。まあ、ちょっと気性が荒いんですかね。もう、内枠なんて来るなよ。もう逃がすしかないよな。よし。うれしい。やっぱり一番俺らが欲しいのは健康ですね。健康がやっぱり一番重要だなと思いますね。本当に腰痛めたらね、何もできなくなるんで、本当に編集作業とかされてる方、座り仕事の方とかね、やっぱり腰にはちゃんとケアしておいた方がいいですよ。本当にいい椅子もね、選んだ方がいいし、ね、腰痛めたら何もできなくなりますよ、本当に。トイレ行くのにもハイハイとか嫌でしょ。ね、コンビニも行けなくなりますよ。自転車も乗れないしね。腰だけは、まあ車椅子使うという手がありますけどね。まあ難儀ですね。まあスキップでいきましょう。はい。だこれからね、編集作業とかされる方いると思うんですけど、絶対気をつけてくださいね、腰にはね。俺も編集作業やって、まあ、すごい悪くなったんで。ああ、ダメだね、これはね。本当、座り仕事の方は絶対気をつけてくださいね。まあ、あと、やっぱりその、ね、二作業というか、なんだ、ね、配送センターとかで働いてる人も気をつけてくださいね。あれはだから一生やる仕事じゃないですよ。俺はもう、佐川急便とかでね、やったことありますけどね、中腰でね、あれはちょっと、俺はあの頃ね、結構、体力ありましたけど、それでもやっぱりきついなという印象でね。特に身長ある方は腰曲げないといけないんで、きついですよね。二作業はね。腰は本当気をつけてくださいね。もう俺ら身をもって体験してますからね。絶対やったら、もう精神的にも来るしね。高塚の手前でやめましょうか、今回ね。ユニコーンステークスでやめましょうか。よし。参ったな。まあ、距離は持つようになったんでね。まあ、運がなかったなっていうね。まあ、ゴールデンレオンもちょっとスタミナやりましょう。よし。ダート走らんね。合わせまで戻ってきてくれないでしょうか。まあ、馬なり合わせてるのがいいかな。ね。よし。まだ戻ってこないね。疲労が溜まってきた。おい。へい。ザルツバ、ザルツバあかんな、もう。どうしようかな。はい。カミオカンデはまあ、順調に来てるんでね。よし。ね、俺ら、見た目はすごいね、体育会系なんで、ね、元気満々なんでね、よく言われるんですよ。だから、ね、体ボロボロなのに、見かけ、すごい元気そうなんで、
なんか勘違いされるんだよね。昔は絶対バイトとかしたらね、体力仕事生かされるんで、うん、体でかいですからね。それがちょっと辛かったですね。ね、大学時代にちょっと体壊して、ね、うん、まあそれでもやっぱりバイトとかしたら力仕事生かされてね。まあしゃあないよね。ガタイ見たらね、誰もが運動できると思うんでしょうね。うん。はい、どうでしょうか。ああ、そこまで水質感ね。うん。まあ相手はそこまで強くないですね。行きましょう、レース。ユニコーンステークス、スタート1600m。さて、最近なんか引っかかる馬多いよね。まあスタート悪いね。うん。おいおい、なんで？先行指示したよね。あ、もう運ないわ。明日休もうかな、実況もね、日曜日。うん。まあいったな。はい。最後までこんな競馬。ひどいね、もう最後追い上げてきたんですけど、ひどい競馬ですね。うん、やっぱり運は重要ですよ。うん、努力もね、それなりに重要ですけど、うん、努力が効かなくなる時期があるからね、年取ったらね。ね、だから、イチローさんがね、大谷選手にアドバイスとして、努力できるね、時間っていうのは限られてるから、今、思う存分ね、努力しとけって言ったらしいですけど、ね。年取ったらね、努力もできなくなりますからね、体がダメになったらね、うん、努力も若いうちしかできないですよ。まあ、努力もね、皆さん頑張って、楽しんで、ね。参った。参った。はい。まあ、高津記念、ね、次回にしましょう。はい。はい。池田さんでお願いします。うん。神尾勘で。うん。うん、吉田隼人さんでお願いします。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。